私たちは今回初めてバーでライブさせていただくことになりましたゼリービーンズと言います。ありがとうございます。キムのままやって。あ、いいですね。あ、ちょ、大塩さん、あのマイクちょっとやめてもらえませんか。そうですね、じゃあ初めてということで、メンバー紹介をさせてください。まず後ろで書いてるのが、この後9時半とか後になってから出る証というバンドのドラムもやっている渡辺優太です。で、ベースが私、ボーカルギターの私と同じ高校で県音楽部の奥川夏実です。で、最後に私が藤沢美沙と言います。バンド名と下の名前だけでも覚えていただけたら嬉しいなと思います。あ、どうしよう、キムさん。さて、今一番最初にやった曲がチャットモンチーの「風吹けば恋」という曲で、2曲目がステレオポニーの「ひとひらの花びら」でした。じゃあちょっと次の曲、そうですね、最近ゆうたがタバコを吸うんですよね、バーに来て。ダメだべよ。タバコ吸うんですよ。で、そのタバコ吸う時に、なんか吸い方で遊ぶみたいなので、こう煙を口の中に入れて、口を丸くして、こう煙突から出る煙みたいなのを作って遊ぶんですよね。調子乗んな。すいません。でもそれがちょっとプカプカしてて、お、プカプカ、プカプカ、プカプカ、あ、プカプカ、お、プカプカといえば、プカプカといえば作戦出たね。この曲しかないですよね。ですよね。染まりよ。Thank you.
Thank you.